はい、こんばんは。ドリフトステーション走り屋回顧録の時間がやってまいりました。昨日も見てくださった方は多いと思うんですが、今日のゲストまたすごい走り屋回顧録第記念すべき70回もやってる。あざっす平岡秀夫くんです。あざっす。チーム名から言うんだけど、ここさ、屋号もラピットだからさ、はい、あなた30年間ぐらいずっとラピットの平岡でそういらしてくださって。そうですよ。あのね、リクエストで出てほしい人の中で必ず出る名前だし、俺はこの70回まで君のとこに行くのは相当後でいいやと思ってそう、栃木のことを一番分かってる人だし栃木の名だたる走り屋と走ってきた人だってのも全部分かってるんだけど、平岡長塚は最後にわかるこれ。いや、長塚の前にもうダメ、小口入れないとダメ。そうでしょ、うん、小口、長塚、平岡っていうこの固い、もう固い栃木の走りはもう最後の方でいいやと思った言うほど固くないけどねだけどなんかこれはもう70回が節目かわかんないけど、もう真打ち登場ですよ。あ、何よりもありがとうございます、このね、走り屋回顧録っていうのはあなたが車の免許を取って買って走り屋になりましたっていうから、はい、まあプロドライバーみたいなとこまでのこの歴史をたどるわけですよ、はい、一番聞きたいもん俺だって今はね、 D1 の審査員をしていらっしゃる小口義則さんを生み出した栃木で、はい、と同時期に走っていた男、うん、いろんな話を持ってるでしょ、うん、16歳とかのから18歳から走り屋って言われる人っているんですけど、はい、あなたは何歳から走り屋になられたんですか？ドリフトできたのは小学校6年生の時に、まあ、砂利の上だったら、うん、まあ、ドリフトできましたね、うん、はい、もうちょっとあの行動の走り屋とか、あ、行動ね、行動の走り屋、行動の走り屋って言っていいんかね、うん、まあ行動であれば免許取ってから 16? バイク上がり、バイク上がり、うん、でこの頃は何に乗ったの？最初 YSR、うん、YSR50? 50、うん、YSR じゃなくて、うん、YSR50、うん、でもやっぱ遅すぎて勝てなくて、うん、山で勝てない、山で、うんうん、で NSR50、うん、で NSR50 から、うん、今度 TZR250 になり、うん、どこ走ってるんですか、栃木は？当時走ってたところは霧降りっていう、あ、有名な観光地ですね。そうそうそう、うん、でみんないろは坂だったがやっぱり多かったけど、うん、自分はそのいろは坂がちょっと遅くて、カーブのスピードが、いろは坂ってバイクも走るの？バイクも走ってた。へえ、まあ、うん、ずっとヘアピンなかったね。そう、うん、で霧降りに行くようになって、霧降りで走ってて、うん、で結局何 TZR から NSR になり、うん、でその頃はレーサーになると思ってました？ドロードレースをやりたかった。うん、で親父にロードレースやりたいって言ったら、うん、まずモトクロスやれと、うんうん、いうので、まあもうモトクロスをやるようになり、うん、一応国際 B 級まで上がり、あ、そうなの、うん、でまあ親父が事故ったので、うん、モトクロスができなくなり、うん、じゃあ山走り行こうみたいな、うん、でそこからまあ車の方に転換。早いですね。バイク時代の話もっとしてもいいですよ。あ、本当バイクの時はだからだってライセンス取ってサーキット行ってっていうレーサーの道なのか、それとも行動で膝すり小僧だぜっ ってやったのか。膝すり小僧からロードレースに行きたいと思ってた、うん、あ、じゃあ言ってみれば、言い方悪いですけど、不真面目な、チームトレーダーとか、真面目じゃない、あれは真剣なんだけどさ、あのチームを作ってなんか全国制覇だとかっていう膝すり小僧じゃん、バリマシに投稿したいとかじゃなかったの？レーサー系だったの？あの同じチームのやつらはなんか投稿してるやつもいましたね、うんうん、君はレーサー系？いや、だってやっぱトレーナー来てたもん違うじゃないか、ただの走り屋じゃない。その時はなんていうチームでした？チーム名はあったんですか、その頃は？あった。お、多分、うん、誰が決めたか知らないが、多分マスカレードってなってたと思う。マスカレードの平岡さんですか？よろしくお願いします。霧降りでうまかったマスカレードのバイクね。バイク、そう、ああ、マスカレードにいるのか。マスカレード、マスカレードからなんでそれをやめたの？いや、やめたというより、うん、結局バイクの仲間たちが、まあ、高校の時とか、うん、やっぱ
学校行く前に山走りって帰ってきて、うん、学校行く前なので、まず学校に行くのにも単車で行っちゃう、うんうん、TZR とかで行っちゃう、うんうん、で、学校終わる、たまる、タバコ吸う、うん、先生来る、うん、定額になる、うん、定額になるで、親父にちょっと落ち着けと、うん、まあ一応首の皮一枚でつながったから、うんうん、まあ、そこはおとなしくしてて、うん、でまあバイクはまあ相変わらず走りには山には行ってたんけど、うん、サーキットは行かなかったんですか。サーキットは結局そのステップの踏み方が分からなかった。うん、俺ねその辺はもっと詳しく聞きたいタイプなの。レーサーに半ば挫折してドリフトに入っていくっていうパターンもあるじゃん。あ、そう、何の気持ちの切り替えがあったのかな。高校生の時に、うん、まあ山走ってます、うん、でもモトクロスもやってます、うん、でモトクロスは一応、うん、ね、MFJ の、うん、MFJ でしたっけ、うん、ちゃんとしてるじゃんの一応ライセンスもあり、で国際 B 級とか、うん、で国際 B 級まで上がり、お、じゃあレースに出たってこと。モトクロスの全日本は出てましたね。あ、そう、飛ばすところそれ。モトクロスの全日本に出た。でモトクロスもやり山も走りってやってて、うんうん、じゃあ山は相当速かったですか。山は、うん、まあほぼまあ負けない。ああマスカレード平子さんは一番ですか。下りだったら誰にも負けないマスカレード平子さんは誰もが知る人ですか。いや意外とその霧降りっていうところが朝、まあ、こっちは4時とかに出てて、うんうん、でも5時から6時、うんうん、ちょっと1時間ちょっとぐらい走る。真面目な走り屋だね。そう、早朝にで帰ってくるんだけど、なんかね、うん、最後、あ、でも違う、俺高校の時に事故ったんだ、うん、山で、いや、うん、帰り、うん、日光街道で寝ちゃったの俺、うん、で、NSR 廃車になっちゃったんだけど、うん、で、そういうのがあってモトクロスも怪我しちゃってるから、うんうん、そんな毎回出れなくなって成績悪くなりみたいな、うん、でも頑張ってて、もっとレーサーとして上行こうと思ってたんでしょ。思ってた思ってた、うん、で A 級まで上がれば、うん、ロードレースやっていいって親父が言ってくれてたんで。でも、うん、モトクロスの国際 B 級ってまあまあやっぱし、うん、暑いんだそうが、あの支配人も、うん、って言うじゃんね。そうモトクロス、うん、で B まで行ってるはずなんで、うん、でそんなに面識なかったんだけど俺は見たことあるんですよね支配人の。へー、そう、うん、で多分あの時は、うん、あの時が多分あの人支配人だったんだろうなって記憶はあって、うん、多分支配人より、うん、多分トータル的な成績は悪いと思うんですよ、うん、俺の方が、うん、まあ B 級の中でも、うんうん、IB の中でも下の方だとは思うんですけど、うんうん、で結構恵比寿サーキットもだからモトクロスをしに行ったこともあります。でまあ、結局それをやってたんだけど、うん、最後菅生の全日本の時かな、うん、で自分誰よりもすごいレース経験もお持ちだね。そう、うん、で菅生の全日本終わって、うん、結局まあ成績悪くて、うん、でバイクを積ん で、うん、でうちの親父があの車屋をやってて、うん、で4トン車前が寝台、うんうん、後ろはバイクを積む、うんうん、で H&S っていうあのチームを親父の弟が作ってて、でそこで俺も走ってたんで、うん、まあヤマハ、その時はヤマハ系だったんですけど、うん、まあでトランポがあって、うん、で俺はその全日本の時にあの、まあ、車で行ってたんで、うん、で親父が大体運転だったんですよ、うん、トランポは、うん、で終わった後に、うん、親父が佐野までトランポを置きに行って、会社が佐野だったんで、うん、であのお前はもういいよ先帰っててって言うから、うん、じゃあいいや帰るわって帰って、うん、で一応その頃真面目で、うん、そこは悪いけど、うん、真面目で、うん、夜結構ジョギングとか、うん、体力づくりレーサーになるためにそう、うん、走ってたら、うん、寒気がして、うん、でその時になんかすごい頭に親父のことが浮かんで、うん、ダッシュで家まで帰って親父から連絡あったっつったら、うん、ない、うん、ってなって、ああそうなんだって言った時に電話が鳴って、ああ今ちょっと鳥肌立ったけど、悲しい話が来たこれで、うん、おふくろに電話で、おふくろが電話出る前に、うん、親父事故ったから電話出ろ早く出ろっつって、うん、で出たら、うん、やっぱ事故ってて、うん、でそっから病院行って、うん、したら電信寝ちゃったらしくて、
まあ、あの相手がいなかったんで、うんうん、自爆だったんで、うん、あの車の半分まで電信柱がめり込んでて、うん、左側、うん、でどうなるのその話の最後。いや、まあ、結局は生きてる。よかったよ、生きてた。でも俺が行った時には、うん、人間の顔が、うん、こうでしょ、うん、親父ここまであった。やめてくれよ。で結局1年間もそれで入院、うん、意識なんかもう1ヶ月以上戻んないから。うん、じゃあレースができなくなって、で、うん、親父が、俺親父っ子なんで、うん、親父がいないとやっぱダメだったんですよ、うんうんうん、なんで、うん、親父のところも毎日病院行ったりしてるうちに、うん、まあ練習もできない、うん、仕事終わってから行くから、うん、まあトレーニングもできない、うんうん、まあ、やる気ないらできたんだけど、うん、でも一緒に行きたかったから、うん、まあ親父が行かないんじゃ、まあ、結局もう俺もいいわ、うん、ってなって、うん、二輪はで二輪はってそう、モトクロスのレースはやめ、うん、とともにだからロードレースも断念、うん、そうだね、うんうん、っていうのでもう山行くしかねえ。うわ、ちょっとこの無料枠のとこからしあのさ、楽しい回なんだよこれ、うん、楽しい回になってなる話しかしちゃダメだからね。いやで、よかったお父さん生きてて、生きてる、生きて、あ、生きてた、生きてた、あ、よかった。そう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 、もう切る本当。ここからラピッド平子の話が始まりますから。あ、ここからね、序章だからまだ、はい、なぜオートバイをやめたのかっていう理由がそこなんだ、うん、レースをね、そのモトクロスのレースをやめたのは、うん、まあ、まずはそこで、うんうん、はあ、でその時にもうほら18になってるから、うん、まあ、当然車の免許も持ってる、うん、で、まあ、正直その頃走りには行ってた、車でもね。待って待って、車の走りに行ったんだ、この先にして、ね、先にして課金してください。そう、よろしくお願いします。ここからドリフト野郎平岡秀夫の話が始まりますからね、はい。無料枠の方はここへ、有料にするっていう、メンバーになるっていうボタンが下の方にありますから、それを押して待っててください、はい、無料の方はここで一旦さようなら。